サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 海上保安庁によると、令和3年度に過去10年間で最多となる493件の海洋汚染を確認。海洋汚染には様々な要因がありますが、古くから話題に上がり続けているにもかかわらず、今なお抜本的な解決に至っていないのが釣りによるゴミ問題です。例えば釣り糸、現在釣り糸はナイロンやフロロカーボン、ポリエチレンといった化学繊維製が主流です。もし釣りの最中にプツンと切れてしまうと、化学繊維のため分解が起こりにくく、水中をいつまでも漂い続けます。そうして水中に残った釣り糸は、魚などの水中生物やその魚を食べようとした鳥などに絡みつき、怪我を負わせることも少なくありません。そんな釣りによる海洋汚染の問題を解決しようと、 SDGs 活動を続けている方を取材しました。静岡県焼津市を拠点に、海中ゴミの問題を解決するために活動をしている土井裕太さん。その取り組みとは。ダイビングした時に回収してきた釣りゴミを直して販売するっていう活動をしてます。土井さんが主に回収するのは、根掛かりして海底に置き去りにされてしまったルアーや釣り糸。根掛かりとは、ルアーなどの針が海底の岩などに引っかかって動かなくなり、釣り糸を切るしかなくなってしまう状況のこと。活動のきっかけは、趣味のダイビングをしている際に海が汚れていることに気づき、ゴミを拾い始めたことから。この日は30分潜っておよそ100個のルアーを回収。2021年には1万個以上のルアーを拾い集めました。回収したルアーに絡まっている糸や釣り針を分離させ、知り合いの工場で汚れを落とし、塗装を行い、新品同様にきれいにリメイクして低価格で販売。得た利益は海の清掃活動費などに充てているといいます。自分のその汚してしまったものが回収されているっていうので、すごい助かってるというか、感謝しています。全国の海で同じようなことできる人をどん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 増やしていって、最終的に全国の海をきれいにしながら、その活動費が捻出できるような仕組みとして広げていければなと思ってます。レジャーを楽しむ人たち自身が、自分たちの行動でどんな問題が起きるのかを知ることも、持続可能な社会を実現する第一歩になるはずです。